ほい、皆さんこんにちは。小坂でございます。パラノマサイト続きをやっていこうと思います。さあ、どんどんお話が進んでいって嬉しい限りでございますが、刑事のお二人の方行こうかなと思いまして。さあ、捕まろうが死のうが、いや怖いですね。あ、でもそうか、刑事のお二人出てるけど、これ春江さんのお話だったサムネの割合。はい、前回のあらすじ。誘拐事件の重要参考人である白石道夫の自宅を訪れ、彼女が複雑な事情を抱えていたことを知った春江とリヒタは、そこで2人の男性と遭遇する。ここできたかってね、リヒタくんがね言ってたところですよね。はい、やっていきましょう。シギマ春江、午前10時台、すごいジャズだ白石家付近、びっくりした紹介しよう。まず彼らがこの国を守る警視庁のエリート刑事だ。エリートじゃないけどエリオです。あ、だからエリオって名前なのかな。もしかして奥さん、よろしくお願いします。で、こっちのいかつい顔の頑固親父が大尊敬する凄腕警部の堤です。エリオよ、持ち上げるのか落とすのかどっちかにしてくれ。反応を拒んだろまあ、刑事さん。そしてこちらのレディは僕の依頼人のマダムシギマ春江だ。彼女の父君は警視庁のお偉いさんなので、君たち粗相のないようにな。シギマ？お偉いどころ？わかりますかボス。くそ、そんな上層部の名前なんざいちいち把握してる。聞き覚えがあるが。そんなに緊張なさらず、私は私、今回の件は父とは無関係なので。だそうですよ。命拾いしましたねボス。俺に後ろ暗いことがあるような言い方すんじゃねえよ。なんもねえよ楽しそうな刑事さん、珍しいタイプね。私の知ってる警察関係者は面白みのない人ばかりだから。はい、俺たち明るく楽しい犯罪検挙をモットーにやってますから。そう、頑張って。ちょっと待て、なんだそりゃ。俺初耳だぞ。とまあ、確かに珍しいタイプの刑事さんたちだ。はいね、ずっとこの2人とね、つかず離れずしてる気がしますけどね、最近はね。リヒタ、ここへは何しに、何の調査なんだ。そうだね、言ってみれば警察の尻拭いの類かな。君たちも去年の誘拐殺人事件での不祥事を忘れちゃいないだろう。あ、シギマ、そうか、思い出した、去年の誘拐事件。あれ、なんかありましたっけ。バカ、シギマ腕さな官房のお孫さんが誘拐された事件だよ。ってことは奥さん、あんたの息子ってわけか。あまり報道されなかったけど、警察の判断ミスで救出失敗したっていう。え、そこはうちうちで処理されたみたいだから。どうやら警察内部ではあまり蒸し返したくない事案みたいで。その後の捜査も大粗末なものだった。だから僕が出てきたってわけだ。そうか、まだ犯人は捕まってなかったか。リヒタはその調査をしていて、それでここに来たってわけか。ああ、誘拐事件に関係していた者がこの辺に住んでいたようなのね。ん？住んでいた？過去形？ああ、すでに先週亡くなっていた。親族にでも話が聞けないかと思ってね。でも留守だったから出直そうと思っていたところだよ。ああ、なるほどね。さあ、つながるかな。警察の不祥事と言われるとなんだか面目ないです。誘拐犯も本当なら我々が見つけないといけないのに。いいえ、うちの身内だとも言えるから。あなたが責任を感じなくても真面目なのね。まあでもね、そりゃね、まあ、同じ職業というかね、同じ組織の中の人間としてはね、
ちょっと肩身が狭くなっちゃいますよね。あ、同じセリフだな。ああ、ところでマダム、唐突ですまないが一つ確認させてくれ。はい。あんたら本所七不思議の呪いになんか心当たりはねえもんかね。おっと警部、マダムには探偵はチートばかし、黙っててくれよ。俺はこのマダムに聞いてるんだな。ヒュー、オーケー。どうだいマダム。あー、これね、どうしようね。まあバレますからね。よくわからない。そうか、じゃあいい。悪かったな急に。どうでしょうね、何か正解かちょっとよくわからないけど、さあこの辺にナメドリはいないか。ナメドリさんは飛んでいらっしゃいませんか。なんかいそうな気はするけどな。チラチラいたー。何、こんなところに。すごいぞマダム、こいつはナメドリ中に皇帝元ペギーチペギーチだった。あ、つい、はい、すごい優雅だ。この子一番余裕があるなんか他の子たちは結構生きてる感じがするけど、この子すごい優雅なポーズとってる、かわいいはい、まあ、ちょっとリヒタ君と話はわしときたいよね。探偵をやっているとやっぱり刑事とは縁があるものなのね。そうでもないさ、こっちの彼はたまたま僕と同期の桜だったというだけだよ。同期？ああ、リヒタも昔は警察官だったんです。数年で辞めてこんな家業を始めてしまったけど。そうだったのね。エリオ、君もどうだ。探偵は自由でいいぞ。暮らしの安定とはほど遠いが。もう辞めてから2年くらいか。その間連絡もできなかったか。個人事務所なんてすぐ立ち行かなくなると思ってたけど、意外と続いてるんだな。それより警察に戻ってくる気はないのか。こっちはいつでも待ってるぜ。鳥をめでる時間すら持てないのはもう勘弁だ。僕はそっちの世界には向いてないよ。いいや、リヒタ、君の能力はこの社会の平和維持のために必要だよ。そんなことはないさ。僕は今の仕事を転職だと思っている。僕はこっち側から君らでは救いきれない小鳥たちを助けていくことにする。まあでもそれがやりたかったから組織から離れてるんでしょうね。そんな過去があったのね、カイさんが警察官なんて。誰しもいろいろあって今がある。まあ有意義な経験だったよ。こういう人脈もできたしね。ね、もう本当にいろんなところに流れて。知り合いみたいだけどあまり会いたくなかったような感じ。はいはい、で周囲は見とく行った方がいいかな。こんなところで立ち話も迷惑かと思ったけど、誰かが出てきたり覗かれたりしている様子はない。面倒ごとに関わりたくないというひんやりとした空気を感じる。まあいるはいるんかもしれないですね。さてと、若くてはつらつとした刑事さん、正義感で突き進んでいくタイプかな。あの子も数十年後にはこんな警察官になっていたのかも。まだあれだね、エリオは一緒ですね。長年現場で歩き回って捜査してきたタイプの刑事さんっぽいな。私が見てきた警察関係者は現場に出ない官僚ばかりだったから、やっぱり雰囲気が違う。叩き上げの人とはねだいぶ違うでしょうね。そういえば昨晩遅くこの近辺でやたら目立つ白い服を着た奇妙な男がうろついていたって情報があってな。え、ボス、まさかあんただろ探偵や。やたら白くて奇妙な男といえばまず間違いなく僕だろ。
実際昨晩遅くもこの辺りで調査をしていたからね。なんか普段と違うような異変はなかった。異変か。言われてみれば不審な人物は何人か見かけたけど、さっき呪いがどうとか言っていたけど、公僕ともあろうものが一体どうしたんだい。ボス、彼は能力のある男です。事情を話して協力を仰ぎましょう。協力できるかはわからないけど、なかなか興味深い話だ。今この辺りで何か起こっているのだろう。本庁のあなた方が出てきてるくらいだ。まあいいだろう、非常時だ。ありがとうございます。聞いてくれリヒタ、実は今呪いの力で殺してサイコンを集めると蘇りの秘術が使えると。そのための呪詛玉というものが本所七不思議に紐づいているわけか。にわかには信じがたいが、エリオたちがそういうのなら疑っても仕方あるまい。ああ、今ここらで起こってる変死事件もその呪いによるものらしくてね。この事態を取り沈めるためにかしり主を探して呪詛玉を集めているわけだ。何か情報があったら教えてくれないか。そうは言っても君が大真面目に呪いの話なんてするとは思ってもみなかったからね。かしり主、怪しい人物か。そういえば南割下水通りで中肉中背の不審な中年男性を見たな。なんだかキョロキョロと獲物を探しているような目つきだったよ。ボス、それって。ああ、場所から多分そりゃ白石だろうな。間違った、いつも間違える荒石先生ですね。荒石だろうな。そいつならもう呪詛玉を回収済みだ。うお、さすが凄腕刑事だ。すでにいくつか回収しているのだね。他にはねえか。他には特に思い当たらないな。これでも試してると思うんだよね、もうすでに。そうか、残念だ。まあね、もうバレてるだろうからどうしようね。さて少し考えてみようかなとは思いますけどね。うまい、カイさん不明だったかしり主の情報を引き出してる。警察は事態を収拾しようとしている。秘術が欲しい私たちは協力はできない。そうだね。だからね、嘘はバレちゃダメだとは思うんだけども、でももう感づいてるよね絶対ね。この辺りを調べててかしり主っぽいやつを見かけたなら情報くれると助かる。ああ分かった、その時はお伝えしよう。リヒター、もしよかったらこっちの件にも手を貸してくれないか。消息がつかめない人物が何人かいる。人探しは君の専門だろ。悪いが今は別の調査中だ。こちらも信用商売のものでね、先に受けた依頼を優先しなければいけない。そうか、悪かったね。それに探偵なんかに頼まなくても組織お得意の人海戦術があるじゃないか。まあそうなんだけど、なんだか今回の件は一筋縄ではいかない気がして。まあそれはその通りですよね。そういえばリヒタ、なんだい。この辺に住んでる関係者が先週亡くなったとか言ってたけど、それってもしかして白石道夫か。何、やっぱりそうか。実は俺たちも白石道夫の調査のためにここに来てるんだ。なんだと、白石道夫が呪いと関係してるってのか。いや、厳密には呪いの件じゃなくて吉見の事件の方なんだけど。吉見、そうか、吉見はじめの件か。ああリヒタ、同期だった吉見はじめが殉職したのは知ってるよ。もちろんだ、惜しい人物を亡くしたよ。ああそうか、なるほどね。墨田署の少年係の吉見と白石道夫がつながるわけか。おい待て、
それより白石道夫が誘拐事件の関係者ってどういうこと？これは意外なところで話がつながってきたかもしれないね。ならばここは情報交換をせねばなるまい。教える代わりにそちらの持っている白石道夫の情報を教えてもらえるかな。ああいいだろう。実は何？白石道夫の亡霊が城之内を呪い殺した疑いがあるだって。そんな、まさか。ならば城之内の言っていた通りじゃないか。いや、もちろんこちらだって確信しているわけじゃないよ。ただ目撃証言や現場の証拠を考えるとそういうことに。その霊感女子高校生とやらが聞いたという証言か。しかも白石道夫は自殺じゃない可能性があるだと。なんてこった。だったら何か分かったのか、リヒター。岩井寛吉郎じゃないか。何が？だったら次は岩井寛吉郎だろう。おい、白石家のドアを開けろ。中を確認する。リヒター、どういうことだ？ボス。ああ、大家に許可を取れば鍵は開けられるが。へい、まだるっこしい。じゃあ許可は後で取っておけ。カイさん。おい待て、リヒター、勝手に。まあ、一刻は争いますからね。なんだこんなオンボロドア、こうしてやる。え、蹴破っちゃったの？おい、こら、無茶をするな、リヒター。お前のそういうところは相変わらず。ほーら、来てくれ。これを見ろ。死んでますね。うわ、なんだこの部屋。男が死んでる。おい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 、こいつは白石道夫の父親か。厳密には父親ではないが、状況的にもこいつが岩井寛吉郎で間違いないだろう。検視するまでもなく死んでいる。全身がボコボコに折られている。時間もだいぶ経っている。昨夜のうちにやられたようだ。ヘリオ、岩井のこの死に方は城之内と同じだったりしないか。確かに城之内も全身に強い衝撃を受けたような死に方だった。そりゃどういうことだ、探偵。受け入れろ。白石道夫はいる。彼女が呪いの力で自分の人生を壊した大人に復讐していようとしてる。彼女が呪いの力で自分の人生を壊した大人に復讐しているということだ。そんな、バカな。本当に蘇ったとでも言うのか。そう考えなければおかしい。そして、いるとしたらきっと。おお、ここでこうなります。物語の途中ですが、失礼いたします。これは面白くなってまいりました。まさか、死亡しているはずの白石道夫が呪いの力で復讐をしているとか。はたまた、もしかすると、実は死亡していなかったとか。ここまで進めてきたあなた様であればもうお分かりのことでしょう。ではお尋ねいたします。この日の朝8時の時点では白石道夫はこの本所地区のどこにいたでしょうか？はい、朝8時の時点。そうね。おお、すごい、こんなにいろいろ。8時ね。ちょっと待てよ。でも時間だいぶ経ってるって言ってたよね。みちょちゃんいたの千の屋じゃないかなと思ってるんですけど、ダメですかね。というかね、私はみちょちゃんがいないと思っていて、で、やっこちゃんが、乗り移られるか、やっこちゃんがやってるかだと思っているからね。だから千の屋じゃないかなと思うんだけど、違うのかな。ほほ、なるほどな。はい、正解です。あ、やっぱそう？
さすがでございます。一発で正解されるとは。まあ死因がそのままですからね。とっくに気づいていたかもしれません。ではお邪魔いたしました。物語の続きに戻りましょう。あえてここでこのね問題を挟むっていうのがね、なんだって。そこに白石道夫が。状況を考えたらそれしかないだろう。確かにそう考えりゃ辻褄は合うが、この事実にあの子が耐えられるのかどうか。ひとまず医療、ここの件本部に通報を頼む。わかりました。通報なら俺に任せてください。さて今のうちに現場を調べておくか。これはこれで気になるものだらけだ。やばいですね、これは情報量が多すぎる。そこに同じ人物の写真がたくさん貼られているけど。うん。おい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 、待て待て、この写真全部根島文親の写真じゃねえか。気持ち悪いな。そういえば当時よく新聞や雑誌で見たか。あ、よく見ればここにたくさん貼ってあるの、全部当時の根島事件に関する新聞や雑誌の切り抜き。なんだそりゃよ、どういうこった、うん、よく調べてみようか。いや、これはちょっとじっくり調べる必要がありますね。というわけでここの現場検証は次回に回そうと思います。いや、これはちょっとめちゃくちゃ気になるところに入ってきましたね。いや、私もプレイするのが大変楽しみです。それでは次回をお楽しみに。今回の動画いかがだったでしょうか。もしちょっとでも楽しめたよっていう方は高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。また次も小坂と遊ぼう。またね。